セントランドリー軍は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する、軍である。2010年国勢調査で、の人口は83,384人であり、2000年の87,700人から4.9%減少した。軍庁所在地は、オペルーサス市であり、同軍で人口最大の町でもある。 州内でもクレオール文化とケージャン文化の中心地である。セントランドリー群はオペルーサス小都市圏に属し、また人口60万人超のラファイエットオペルーサス、モーガニシティ広域都市圏を構成している。セントランドリー群となった地域には少なくとも紀元前1万500年頃から人類が住んでいた。これは古代住居跡の発掘から推計されている。 15世紀までにアパルーサ族インディアンがアチャファライア側とサビーン側の間に入っていた。アパルーサ族は高専的な部族であり、その領土を守るために他部族を餌食にしていた。アパルーサ族の領土に入った最初のヨーロッパ人はフランス人交易業者ミシェルド・ビロットだった。1690年に訪れアパルーサ族と交渉を行った。 それから9年後の1699年、フランスはこの領土をルイジアナと名付け、アパルーサ族に占領されていた土地を、オペルーサス領土と定義した。オペルーサス領土の南、アチャファライア川、メキシコ湾、バイユーネーピー系で囲まれ、アタカパ族インディアンが占領していた土地は、アタカパ領土と名付けられた。1720年、フランスは、現在オペルーサス市がある場所のやや北に、 オペルーサス基地を設立した。そこは発展していく地域の主要な公易拠点になった。さらにフランスはアタカパス領土にアタカパスポストを設立した。フランスは開発を奨励するために兵士や開拓者に土地特許を与えた。開拓者の大半はフランスからの移民だった。伝説によれば、 ジャン・ジョセフ・ル・キントレックとジョセフ・ブレイン・ペインが1740年代初期に地域に入ってきて、オペルーサス族インディアンとの交易で共同事業を始めたとされている。彼らは3人のアフリカ人奴隷を連れてきており、この地域に入った初めてのアフリカ人となった。インディアンの中には開拓者に土地を売却した者もいた。東部アタカパ族州長キネモが、 1760年に、バーミリオン側とバイユー・テシェの間の土地すべてを、フランス人、ガブリエル・フージリエ・ドラ・クレールに売却した後、オペルーサス族が、アタカパ族を消滅した。フランスは1762年にルイジアナと、その領土をスペインに譲り渡した。スペインの統治下で、ルイジアナ南西部を統治する、中心地として、オペルーサスポストが設立された。 1769年には、オペルーサスポストに、約100家族が住んでいた。1780年から1820年、アタカパ領土、ポイントクーピー領土、さらに東のアチャファライア川地域から、新たな開拓者が入ってきた。ハイチすなわちサンドマが奴隷と自由有色人種による、革命で独立した後、フランス領西インド諸島からの移民も加わってきた。 新しい開拓者の大半は、フランス人、スペイン人、フランス系クレオール人、スペイン系クレオール人、アフリカ人、およびアフリカ系アメリカ人だった。アタカパポストから来た移民には、多くのアカディア人も含まれていた。これらアカディア人は、フランスが7年戦争で敗北した後に、イギリスによって1763年に、ノバスコシアから追放され、移ってきた、フランス人だった。 その指導者は、ジャンジャック・ブレイズ・ダバディだった。ダバディは1763年から1765年まで、ルイジアナ領土の総督を務めた。1774年に、フランス人の町で、セントランドリー・カトリック教会が建設され、7世紀のパリ市教制ランドリーに捧げられた。1803年に、アメリカ合衆国が、 ルイジアナ領土を買収した後の1805年4月10日、オペルーサスポストはオペルーサスという町になり、セントランドリー軍の軍長所在地になった。アメリカ合衆国はルイジアナ買収によって1803年に領土の支配権を獲得した。南部などアメリカ合衆国各地域のアメリカ人がこの地域に入ってくるようになり、 英語を話す、人々の大きな集団ができて、英語を一般的に使う必要性が生じた。セントランドリー軍は1805年4月10日に、準州議会の法によって公式に設立され、ルイジアナ州では最大面積の軍となった。この軍は、オペルーサス近くにあるカトリック教会にちなんで軍名が付けられた。この教会は650年の、 パリシ教セントランドリーにちなんで名付けられていた。セントランドリー軍は、オペルーサス領土のほぼ半分、アチャファライア川とサビーン川の間に広がり、ラピズ軍とバーノン軍、ラファイエット軍とセントマーティーン軍に挟まれていた。その後、領域内から6つの新しい軍が設立されたので、面積は減っていった。設立された軍は、 設立順に、カルカ州軍、アカディア軍、エヴァンジェリン軍、ジェファーソン・デイビース軍、ボーリガード軍、アレン軍である。1821年、グランドコトにミシシッピ側より西では2番目の教育機関が設立された。オペルーサスの南にできたアカデミー・オブ・セイクリッド・ハートであり、フランス系クレオール人が設立したカトリック系施設学校だった。オペルーサス氏は、 セントランドリー軍ができた時からその軍庁所在地になった。南北戦争の1862年にバトンルージュが北軍の手に落ちた後、オペルーサス氏は9ヶ月間シュートになっていた。1863年には北軍がオペルーサス氏を占領したので、シュートはシュリーブポート氏に移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は939平方マイルであり、この内陸地929平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は1.08%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントランドリーグンズザオサー・イズワン・オブ・ザ・ディセンダンツ・オブ・アレクサンドル・オブ・アトカーパス。 レーザット・アレクサンドル、ボーン1781イグア・トッカーパス、ポストダイド1824、チリ。ありがとうございます。